今日はこれからシェルフ2台で何をしに行くかというと、別の土場に止まってる旧車引き上げに行こうと今準備進めてます。とりあえずは1台ゴミ積んで、今これからマイクロバス引っ張ってちょっと出さないと木の根っこやらこんな感じであっちこっちに生えてるので、これで入っていくことができません。今重機で引っ張ってとりあえず近くまで移動します。なんとこの影に名車が隠れてました。これを出したくて今ガラクタ避けてます。まずはこの廃車のマイクロバスを出していかないとダメなので、今引っ張ってやってます。こんな形で出てきました。マイクロバス無事に今出しました。なんとかマイクロバス積みました。バスと旧車セドリック無事なんだかんだ引っ張って積み込み完了です。旧車セドリックウインチ代わりに重機で引っ張ってそのまま上げました。これで引き上げ作業完了で、向こうはバスを積んで綺麗に土場片付けました。完了です。旧車セドリック引き上げてきたんですが、4本とも全部さてシワシワの裂けて穴開いてるんで、ちょっと動かすのが緩くなかったのでありきたりのタイヤ今つけてちょっと牽引楽にしようと思います。こんな感じでリア2本復活です。これだけ古い車につけるとこの古いアルミが新しく見えちゃいます。やっと前輪パンクしてたんですけど、余ってたアルミつけてなんとかこれで引っ張って動かせるようにしました。センターがちょっとこんな感じで合わなく、広げてこれで削って叩いてなんとか入れました。完了です。30年放置してうちの会社の土場に投げといたんですが、開けてびっくり、もうこんなひどいことになってます。これが復活するのかどうなのか。
これ水も空です。バッテリーもついてません。オイルも入っているのか。ちょっと30年なので、なんだ抜けた。入ってる。オイルが入ってました。よし、これは大丈夫。よし、 OK です。今ちょっとバッテリーつないでランプつくのか見てみます。なんとバッテリーちょっとつないでみたらライトはついたんですが、室内のエンジンのメーターパネル反応しません。どっかヒューズ行ってんでしょうか。